ジェームズ・プロクター・ノットは19世紀、アメリカ合衆国ケンタッキー州出身の弁護士、政治家である。ケンタッキー州選出のアメリカ合衆国会議員を務めた後、第29代ケンタッキー州知事を1883年から1887年まで務めた。ケンタッキー州の生まれだが、1850年にミズーリ州に移転し、そこで政歴が始まった。 1859年から1861年までミズーリ州検事総長を務めたが南北戦争勃発の直前に連邦政府への忠誠を誓うことをためらい辞任した。ノットは忠誠の誓いを拒否したために弁護士資格を剥奪され短期間投獄された。1863年にケンタッキー州に戻り戦後アメリカ合衆国会議員に選ばれた。 1871年、鉄道の政法延長を支援する、法案を揶揄する著名な演説を行った。この演説で、ミネソタ州、ダルースという遠隔の街を皮肉った。ダルース演説は、その後いくつかの出版物に転載され、ノットを全国的な有名人にした。1870年に再選を求めて出馬せず、州知事選挙に出馬したが落選した。1875年、 アメリカ合衆国会員に復帰し、アメリカ合衆国会員司法委員会の委員長を務めた。1883年、ノットは議会を去り、再度知事選挙に挑戦して当選した。知事として教育を大きく改革したが、税制改革を追求して窮地に立たされた。知事の任期が明けた後、1891年に、ケンタッキー州憲法改定会議の大議員になった。 1892年、ダンビルのセンターカレッジ教授となり、1894年にはカレッジの法学校を設立することに貢献した。1902年に病気のために引退するまでこの法学校の学部長を務めた。1911年6月18日、ノットはケンタッキー州レバノンの自宅で死んだ。ジェームズ・プロクターノットは1830年8月29日に、 ケンタッキー州マリオン群でウィックで生まれた。父はジョセフ・パーシーノット、母はマリア・アービンだった。幼い時から父の教育を受け、後にはマリオン群とシェルビー群の公立学校で学んだ。1846年、法律の勉強を始めた。1850年5月、ミズーリ州メンフィスに移転し、そこで法廷弁護士として認められ、1851年に、 法律実務を始めた。巡回裁判所の役職や軍事務官も務めた。ノットは1852年11月17日にメアリー・イー・ホアマンと結婚した。メアリーは1853年8月に最初の子を出産している時に死んだ。1856年1月14日、ノットは10枚のサラール・マッケルロイと再婚した。ノットの生歴は1857年に ミズーリ州スコットランド軍から衆会議員に当選した時に始まった。司法委員会の議長となり、アルバート・ジャクソン判事に対する弾劾尋問を実施した。1858年8月、ミズーリ州知事ロバート・エム・スチュワートから、ミズーリ州検事総長のエフレーム・ビー・ユーイングの残っていた任期を埋めるために同職に指名され、これを受け入れて議員を辞職した。 1860年、検事総長の新しい任期に選挙で選ばれた。1861年1月、ミズーリ州は他の奴隷制度用語州と同調し、アメリカ合衆国から脱退するかを問う会議を召集した。ノットは南部側に同調的だったが、脱退派の提唱する手段には反対した。連邦主義者が8万票という大差で議会を支配した。ノットは、 連邦政府が求めるアメリカが衆国への忠誠を誓うよりも検事総長の職を辞する道を選んだ。宣誓を拒んだことで、水売り州内で法律実務を行う資格を失い、しばらくは投獄された。1863年、ノットはケンタッキー州に戻り、レバノンで法律実務を再開した。1867年、 民主党からアメリカ合衆国下院議員に選ばれた。下院議員としてのノットは、急進派共和党のレコンストラクション方策に反対し、アメリカ合衆国憲法修正第14条と、同第15条の批准にも反対した。ノットは、下院議員の2期目にも再選されたが、3期目の1870年には出馬しなかった。下院議員としてノットの 最も知られた行動は2期目の人気末近くに起きた。1871年1月27日、鉄道の西部延伸に対して57件の土地払い下げを行い、財政的にも特権を認める法案を揶揄する皮肉たっぷりの演説を行った。この演説では、ベイフィールドセントクロア鉄道の提案するセントクロア側からダルースまでの路線を指摘の対象にした。 ダルースという街の遠隔さと、そこまでの鉄道の必要性を嘲笑し、繰り返し地図を見て、ダルースがどこにあるかを尋ねた。この鉄道法案が却下された後、議会は、休会になった。ノットの演説は、ダルース、あるいは、ダルースの語られない喜びと呼ばれ、全国的な評判となり、その写しが再販されて販売された。ダルース住人は、 その演説で気分を害されてはおらず、ノットに街を訪れてくれるよう提案した。ノットがそれに応じたのは1891年だった。1894年、ダルースに近い都市が、プロクター・ノットという使命で法人化された。1904年、現在のプロクターに改名した。1871年、ノットは、ケンタッキー州知事候補指名争いに出馬したが、 民主党の指名候補は、プレストン・レスリーになった。1875年には、アメリカ合衆国会議員に再度選ばれ、連続4期を務めた。その初めの3期では、会議司法委員会の議長になった。1876年、元陸軍長官ウィリアム・ダブベルナップの弾劾手続きでは、マネージャーの一人に指名された。1883年、 民主党の州知事候補争いでは、ノットも、その一人になった。他の著名な候補者としては、アメリカ合衆国会議員、トマス・ローレンス・ジョーンズ、元南軍の将軍サイモン・ B ・バックナー、判事のジョン・ S ・オースリー、ルイビル市長のチャールズ・ドナルド・ジェイコブが上がっていた。投票は1883年5月16日に、始まり、最初はジョーンズがリードしたが、過半数は取れなかった。 4回投票が進んだ後で、ジェイコブが撤退し、ノットが首位に立った。翌日、オースリーが指名を辞退し、ノットがリードを広げた。バックナーは、指名争いに残っていたが、事実上、ジョーンズとノットの争いになった。その後、応援軍の大議員がノット指示に変わり、他の軍代表もそれに従った。ジョーンズが撤退し、ノットが全会一致で指名された。 知事選挙当日は共和党候補のトマス・ゼット・モローを4万5000秒近い大差で破った。知事を務める間に州議会には州の税制を全摘改革するよう求めたが議会の反応は課税評価を公正にする任務がある平等会委員会を創設したに止まった。議会は鉄道委員会にノットが要請した全権限を与えることも拒否した。ノットが 最も指導力を発揮して成功したのは教育の分野だった。その指導下に、州はフランクフォートでアフリカ系アメリカ人のための教員養成学校を設立し、州内の教師の組織を創設した。新法では教育者、監督者、教育委員会の任務と責任を詳細に決め、その多くは州の歴史で初めてのことだった。 ノットの配慮が足りなかった事項で大きなものは犯罪の抑止の分野だった。ローワン軍で数年間続いたものなど、州内で抗争が激しくなり続けていたにもかかわらず、ノットはその無法状態を問題として認めるのを拒んだ。刑務所が過密状態になり、御社の権限を自由に使うことになった。議会はエディビルに新しい州立刑務所の建設を認めたが、 それを推進したのは、前任知事のルーク・ブラックバーンであり、その計画に必要なお膳立てはほとんど済ませていた。ノットは、知事の任期が明けた後に、フランクフォートで法律実務を続けた。グロバー、クリーブランド大統領から提案された2件の役職指名を辞退した。最初の件は、ハワイ準州知事に、次の件は、仲裁通商委員会の委員に対する指名だった。 ノットは1887年、1888年、及び1891年に、ケンタッキー州検事総長と務補佐官を務め、1891年には、ケンタッキー州憲法改定会議の大議員に選ばれた。1892年、ノットはダンビルにあるセンターカレッジの社会学と経済学の教授になった。1894年、 カレッジの学長ウィリアムシー・ヤングと共にカレッジの法学部を編成した。ノットはその初代学部長になった。1902年、ノットは病気のために学部長を辞することになった。1911年6月18日、ノットはケンタッキー州レバノンの自宅で死んだ。レバノンのライダー墓地に埋葬された。1884年に設立されたケンタッキー州ノット軍は、 ノットの栄養を称えて名付けられた。ありがとうございます。